い、こんにちは。今日は3、4年生の皇室昇級試験のね、お手本の方書きます。こちらですね。3、4年生は母の日のプレゼントは感謝の絵手紙です。難しいのはそんなにないかな。糸編がちょっと2回出てくるのが気になるとこですね。あと3年生はね、感謝の感ってまだ習ってないと思うので、そのあたりちょっとよく見てください。あと意外と形取りにくいのはこの母っていう字ですね。ちょっと拡大して、書いてみましょうか。ここかな。まずは大きく書いてほしいんですが、ギュッと持ってくるといいです。ここまずギュッと持ってきて、こういう風に見せると、ここね、このお手本あんまりなってないんですけど、ここギュッてやってあげると安定します。それから接続部分、これここから下からね、これ入ってるんですけどね、下から入ると結構中が潰れるんですよ。だから下から入るよりもこう接続は上からのがいいです。ここのね、起筆の話ですよ。起筆の下からじゃなくて上から。そうするとほら、こういう風に持ってこれるでしょ。膨らむようにこう下から入るとどうなるかっていうと、こう一回り小さくなっちゃうんですよ。大きく見せたいので、こうで、ここからこんな感じ、台形っぽいですよね。台形ってわかんないかな。下が広がってるような四角のことを台形って言います。こういうのね。ね、ちょっとだけ下が広がるようなイメージです。こうね。ってことは、ここの長さよりもこっちの方が長いんですよ。そう。っていう風にすると、安定感ありますね。で、トントンって引いて、最後、長く一本引きます。トントン。で、こう。で、その時も、こういうところしっかり漢数字の1を書くみたいにギューッとね、持ってきてあげて、安定感のある字にしましょう。で、ここもう一つね、ちょっとここの跳ね方ですけど、これ硬筆とかだと分かりづらいですが、毛筆だとこう来て、横に跳ねる感じです。こういう感じの、こういうラインが出るようなイメージですね。だから間違ってこうして、こうに跳ねちゃダメですね。空間を作るように跳ねましょう。母の日、のです。のはこう、これ、ね、ちょっと柔らかいライン持ってきて上がって、母の日です。こうですね。はい、これもちょっと上に接続した方がいいでしょうね。こうで、あんまこれ下がってこないでください。こういう中のね、線がね、下がるとね、なんかすごい表情暗くなっちゃうんですよ。ドヨンってした感じになるので、あまり上がりすぎるのもちょっとどうかと思うんですが、ちょっとややね、こういう感じで、このぐらいなイメージがいいかな。のいっぱいですね。あ、こちらにもカタカナが、1、2年生もね、ランドセルなんてカタカナ来たんですよ。プレゼント、今回はカタカナですね。カタカナ、先ほども言いました、1、2年生の方ね、ちょっと漢字に近いんですよ。漢字が変化してカタカナになったって考えてください。なのでちょっとカタカナは漢字の要素が強いです。なのでこういうところはしっかりめに出して OK です。これもね、はい、ランドセルと一緒で、このプレゼントの運また来ちゃいましたね。また同じ説明になっちゃいますけど、これしっかり、ここをしっかりめに出してください。より、いつもよりってことですよ。なぜかっていうと、読み間違いがやっぱり多いです。外かね、運っていうのはさっきも言ったんですけどね、ここにしっかり起筆があることで間違いを防ぐ。読めないっていうのはね、硬筆の中で一番ダメですからね。ね、はい、しっかり入れて、こうです。そうは、こういうところの一本の棒もおろそかにしない、
優しくからギューってこっちに向かって強くなるぐらいな、そういうあの強さがこちらにね感じられるといいですね。はい、感謝の感です。1、2、3、4、5、6で7、ちょっと反りましたよ。8、9、9、ちょっとぶつかっちゃいましたね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10です。このね、心っていう字難しいんですよね。これね、ちょっとだけこういう風に向かってください。で、これもね、優しくから強くなるように。で、この点よりちょっと上から入って、こういう感じで、ここ、少しだけ浮かせられるようなイメージがいいです。はい、じゃあ書きますね。こっちにこう来て、こう。で、トントン。で、この細かいところなんですけどね、心のこの跳ねるところも潰さないんです。こう来てこうやって跳ねると、ここほら狭いでしょ。広くなるようにグワーンって跳ねたいんです。これグワーンって跳ねて1個目の点に向かって、2個目の次点に向かってって、こうやって全部8の字を書くようにつながってるって思ってください。こうやってね、綺麗な字ですよね。これしです。し、いや、そう、小さい字って言っても、これあんま小さくしすぎないでくださいね。の、はい、来ました、絵手紙。ちょっとこの辺汚れそうだったら、こう何か違う紙をね敷いてください。絵です。糸編を描きますが、こうです。頭出してください。こっちも結構間違いやすいのは、あれ、あ、映ってないですか。もう一回書きましょう。こっちにね、ギュッと来てこう、ギュッと来てこう上がってこう。これここの角度に注目です。意外と多いのがこうしてギュッて締めなきゃいけないのに、こうやって下に降りちゃうやつ。この角度がこう90度ぐらいある子結構いますけど、ここをこのぐらいにする。角度見てください。3、4年生角度の勉強してないか。こうして少しにするんです。少しっていうかね、あんまり空きすぎない。ここからキュッて、そう、ここもほらこんなに狭いでしょ。狭くするといいですね。でこう来てここ、学校で習うのは糸っていう字は跳ねないですけど、あの書写で書く場合はちょっと跳ねても構いません。こうして点が2個目の点が上で、そうなるとこれがこう変なので、こう右上を向いてるようなちょっと右上がりにしたいんですよ。だからここの糸辺も左のこの払いに対して右が上にあるといいですね。これ下がっちゃうとダメです。ただの糸になっちゃうので、そういう風にならないように。で、こちら作り側のこの貝っていう字が大きくなるようにします。で、糸辺はここでピシッと揃ってるんですが、貝っていう字の左払いっていうのはやっぱりね、どうしてもこうぶつかるんですよ。なので、あの左はあのちょっと控えめな感じでいいです。で、こう2つで1つの字になった場合、左側はもう辺に任せておいて、こうね、左側しっかり出すんですよ。右側はこの右払いがしっかりあるので、これで大丈夫です。うん、比率で言ったらほら1対1じゃないでしょ。これとこれ半分半分の大きさじゃないですよね。どう考えたって貝の方がいっぱい取ってるじゃないですか。こういう風にしたいんです。だから2つ横に並んでるような字があった時はそうやって思ってください。右の方が大きい、幅をいっぱい取ってもいいってことです。手紙いきます。手、横に払う、1、2、少しこう線に差をつけます。上がる線と反る線と、でギュッと中心です。中心から少し膨らんでもいいんですが、中心にちゃんと戻ってくること。
はい、もう一回来ますね、糸編。3、4年生今回は糸編チェックされるでしょうね、たくさん。ちゃんとあの左と右のバランスが取れてるかとか、あの作り側が大きく描くのがちゃんと理解できてるかとかね、そういうとこですよ。あの今話をしてるそれそのものちゃんとできてれば大丈夫です。これここからあまりこう上に行かないことですね。でこれは右側にギュッと出てきます。これギュッと出て、でこれの跳ね方とかも結構ポイントですね。あのさっきあったね、これと一緒ですよ。大きめにグワンとここに隙間を作るように、ここね、潰さないようにしましょう。です。ではギュッと上がっていいです。で真ん中からこうやってね、お腹がそこから出ないように、はい、す、はい、こんな感じです。じゃあ小3にしときましょうか。みんなね新学年なので間違えないでくださいね。結構ね、結構あるんですよ。よく書けてるのに学年間違いでちょっと出せなかったりっていうのね。あとあの小なんとかって書かなきゃいけないのに3年とか4年とか書いちゃう子も結構いるので、そのあたりね気をつけましょう、もったいないので。はい、ではね失礼します。